あ、というわけでやっていきましょう。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムです。はい、というわけで、前回はね、このゾーラの里にたどり着いたんですけど、まあ、泥がぬめぬめと、いうことで、まあ、これを救っていく段取りを今からやっていきます。というわけで、とりあえずね、このトトコやったっけ？ちょっと G 読まれなくなった。ここにおる科学者がなんか詳しくいろいろ知ってるということなんで、ちょっとそっちにね、向かっていきたいと思いますと。よしよし。もう手短に行きましょう。パパッとね。パパッと。あっこくね。オッケー。寄り道せずに行きましょう。ちょっとストーリーをね、ガンガン進めていかないと。ちょっとマジで、ほんまに終わらん。あー、コログ。コログっぽいのある。あ、コログちゃうかった。お水。この水の実が絶対キーになるんで、今回は。しっかりと集めていきましょう。水の実と、あの、張り付きガエルもだいぶキーポイントになりそう。でも見てる感じ。あ、水の実あるわ。あ、水は最悪、あの、水で出てくるあのゾナーギアがあるから、あれでまあなんとかなりそうな気はする。科学者はどこ？学者の考えることはわからん。もう少し慎重に調べられないものなんか。お姉さん、かわいいね。ドゥンバ。ジアート殿が、遺跡調査のためにね。はいはいはい。遺跡ってどれ？ん？あ、ここね。異変で崖が崩れて古い遺跡が露出してんな。シド王子が調査。ああ。ジアートの専門部屋が目をかかる。なるほどね。そっちにおるんか。ジアート殿、ストーリーを進めましょう。古代ゾーラの石碑。おくそち。お前めっちゃジジイやないか。この今、いかめしい様式。あ、これ？はるか昔、我らゾーラの先祖が書き残した古の石碑。うわ、なんかはめなあかんやん。空魚の地に立ち、雫が、水の架け橋の、どういうことや。やはり読めぬか、む。おいっす。悪かったぞら。古代ゾーラの石、これはもう空に関する記述がありそう。ただ完全な石碑が欠けてしまっており、なんとかしかれる。石碑がどっかにあるんすね、ほんなら。探しましょう。どうせ沈んでんじゃん。沈んでなさそう。石碑のかけらが絶対どっかにあるな。どっかにあるし、泥に埋まってるパターンかな。なんかそんな気がするわ。でもこれはもう垂れてきてるから無理やしな。あ、待って、これじゃないの。あるやん。あったあった。まあでもやっぱり埋もれてたな。オッケー。これ一個だけ？あ、一個だけやな。オッケー。ドーン。完璧。なんと石碑がリンクよ、感謝するぞら。感謝しちゃってよ。読めるぞら。空魚の地に立ち、周囲を見よ。さすれば宙に動く岩岩に雫が見えるだろう。その雫を王の証で射抜くとき、溝の架け橋のありか示されん。これ我らゾーラ族と空の民つなぐものなり。素晴らしい、まさしく空へ行く方法の手だ。もう文字ではなく、一難去ってまた一難。王の証というからや、まずはドレファン王に話を聞く。それほどね。ふんふんふん。証で雫を弓でいるのね。オッケー。オッケー。ほんなら、ドレファンに話聞いたいな。ほんなら、ゾーラの里に帰るか。よし、帰ってきました。ドレファン王がどこにおんのって話。あ、お前帰ってきてるやん。
いや全然ちゃうかった。ドレファンを知らない？確かヘドロの調査に出る。ただ、サタより南側に行かれたとは聞いておらん。ああ、みんな分かってない系？マジか。南側にはおらん。ドレファンは？おるっす。主ね、お名前。あ、私の子供たちがドレファンを真似して。子供たちが知ってる臭いお客様。王の間におる子供たちがきっとドルファン王のモノマネして行き先を喋ってると。間違いない。鋭いぞ俺。よしよし。王の間はどこ？大臭い。どうした？子供たちじゃない。ふんふん。だってドルファン王の姫だっけ。もし見えそれをこじに現に王のまま掃除トレーガーさん。なるほど。ひっそりこっそり話を聞かないといけないと。そして聞く強いぞ。ヘドロドロドロなの。深く卑怯なもの。秘密の場所。その場所は？なるほど。どうやって隠れるかってことか。追い出されたの？ふんふん。隠れる場所か。この裏側？ここはダメなんか。隠れるような場所あるかな。そこ、いや、惜しい惜しい。絶対裏っ側やわ。こっちやよし。こっち側から回ってって、ほんで、ここやな。あ、消える消える。え？聞く。不覚を取ったぞよ。槍丸見えやけどな。ひとまずあの場所に身を隠しまそうぞ。ちゃんとやれよ。ムズリ様と魔物の一人。ムズリ様と魔物。ルラッチュ、ずっと気になった。ドレファン様が隠れてる場所はどんなとこなのかな。俺知ってるぜ。前にドレファン様に聞いたことあるんだ。確か清流の御所。清流の御所。綺麗な水が流れる場所。最近里の前、雷獣山と里の間のどこかに今でも綺麗な水がな。ほんほんほん。秘密の入り口が滝の裏にある。なるほどね。水の綺麗な滝の裏に秘密の入り口。オッケーオッケー。よし、話を聞かせてもらった。よし、ほんならここじゃないな。雷獣山の間。あー、なるほどね。こっちから行った方が早いか。上から辿っていきましょう。とりあえずこっち側から当たってみるか。よし、綺麗な水。あれ、これ綺麗じゃない？あれ、すでにここ綺麗じゃない？もう、え、一発的中じゃね、これ。水綺麗よな。これの裏側ないか。あ、ないか、さすがに。リンク、ちょ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 、リンクテンション上がんのはいいけど。
ょっと待って。滝の。ここの水きれいじゃない？やっぱり。頑張れリーフ。あれ、なんかありそうじゃないこれ。いけいけ。あったー、こんなところにあったー。発見、清流の御所。オッケー、ありましたよ。見つけたー。でもしまっとるー。だよ、上がるんか。なんだこいつ。写真撮っとこう。大丈夫。何やつ。待って、ムズリ。いきなりそれではリンクも何が何だか分からず驚いちゃうじゃないか。ドルファン。ゾーラ族の王ってそんなんやったんや。なんかちょっと毒っぽくない？何故ここに。そのようなことが、そなたとゼロだね。はい、そうなんです。嘘をつくな！ヘイラル城の異変の直後、我らはこの目でゼルダ姫を見たのだ。そうね。リンクの瞳は嘘をついておらん。変わらず、我らゾーラ族の友のままず。いいね。きっとね。まずは、なぜわしがこの聖霊を残してみようか。ゼルダ殿と遭遇したのはヘイラル城が浮上した直後。空に現れた浮島、降り始めたヘドレハ遺跡の破片。それを調べようとわしとムズリが里を出た時のこと。ヘドロの魔物を従える。マジでゼルダエグいな。そしてあろうことか我らに損。撃退の戦いのヘイラドルにも最期だね。ゾーラ王の負傷現在もご覧し。そのためこの精霊の日。なるほどね。そなたの話でハイラル城の近づきのゾーラ族付近もあらしたね今。すべては空が降ってきた。この技はヘドロン、マンモン、ゼルダさえもな。やはりすべての空にあるかもしれん。シドも遺跡に詳しい学者のジアータにしよう。なるほどね。進展はなかったよ。なんと。すでにじゃん。足りまえよ。復元した石に書かれて大流し。確かに知っておる。ゾーラ王の鱗のこと。君の鱗ですか？イニシエの儀式はそう呼ばれたんだけど、どうですかね。この程度遠慮への対応か。ジャフフフって。なるほどね。しかし、わしもあのようなものを持って。そろそろシドに追うよ。ドリファンチャーマー。まあ、それもこの辺だ。せやな。そして王の鱗のことだ。わしのことはしも。大丈夫か、お前。でも、写真認識せんくなっちゃった。大丈夫。死にかけじゃない。いいよ。辛いことがあったやな。わかるわかる。この奥にまだなんかありそう。おお、すごい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 。何があんのこれ。まだまだ上に行く。わしゃー。あ、そういう感じなんや。あ、ちょっとわかるやんこれ。覗いたらちょっと石っぽいのあるくない。あんま関係ないか。とりあえずシドのとこに行きましょうか。ほんならミファー公園。よし。よし。なんか、何やったっけ、雫を射抜けみたいな話やったよね。シド。あったぜ。ああ、父上なんや。うんうん。空から降りてきたぜ。まあ、君の。そして次に、王の証やつ。空魚の地。
宙に浮く岩岩とそこに見えるという雫、そう、空魚の地に立ちというかね、どうかも。オッケー。空魚。なんか地図になんか魚っぽいのなかったっけ？あ、これ絶対これやん。ほんなら、まずは空に行かないといけないのか。どうやって？どうやってやな。なんか、空から降ってきてる石があれば。カニ！カエル！よし。張り付きガエルも絶対いると思うんやけどな。よし。ゴーゴーガエル。めっちゃカニおるやん。カニ！カエル。あ、カエルが無理やった。ここは何？ここは何ですか？ライズジューさんも。ふんふんふん。ちょっとね、空へ行きたいんですけども。なんか空に行きそうな石。石、石、石。お！撃ってきましたね。都合よく。ナイスタイミング。あれは何？あんま関係ないか。し、ほんな一旦これで空行こうか。えい。うんうん、行けそう行けそう。いや、マジ戻れ子考えた人ほんまにすごいわ、なんか。ゲーム作る人ってすごい。発想力が違うわ。おお、ギリギリ間に合わんやん。マジで。ええー、マジか。マジか。マジか、マジか。あ、待って。あ、これじゃない？え、違うわ。あれ、あれ、魚じゃない？魚の形してるやん。飛んだラッキーパンチ。これや、これや。魚に乗って周りを見ろやったかな、確か。で、雫が落ちてるところに、なんか放て言うてな。魚鱗マウシマ。雫なんか落ちてる？お、びっくりした。お、ちょっとびっくりした。雫なんか一滴も落ちてない気するけど。え、荒れちゃうもんな。周囲を見渡せば。そういや、冒険手帳に書いてないかな。空への手がかり。あ、書いてるわ。空魚の陣で周囲を見よう。さすれば宙に浮く岩岩に雫が見えるだろう。その雫王の証で。岩岩に雫が見えるだろう。雫。雫ってあれのことかな。せやな、やってみるか。種類順。いや、よく使う順にしよう。あった。ほい。全然ちゃうやん。え？雫ってどれや？しかもちょっとピンチ。これ上がられへんわ多分。あ、いけたー。雫ってどれや。ちょっと落としな。これ一回ちょっと掃除しよう。オッケー、これで一旦掃除はオッケーかな。
よし。ほんでその雫って何よ、これのこと。その雫っていうのがようわからん。周囲を見よっつったってな、あれのこと？ちゃうよな。え、マジでわからん。マジでわからん。周りを見よ。周りを見ます。鳥。雫が見えるだろう。雫は見えませんぜ。あ、見えた。見えた。待って、感動やわ。見えた。あ、そういうこと。あ、何？あ、そういうこと。いや、それはわからんで。ちょっと昔の人。いや、こんなんめっちゃたまたま俺見つけたけど。あ、雫が見えたわ。なるほどね。いや、これめっちゃスッキリやわ。超スッキリ。よいしょー。こらむずいわ。そういうことが。もうめっちゃ普通に、あって言ってもたわ。これが、行き先を示してくれる。ん？来たー、ワープポイントみたいな。難しすぎるて。まあいいわ、とりあえずある分でなんとかなったから。そういうことか、難しすぎるわ。お、なんかイベントっぽいのあるやん。なんであれは。東の貯水湖から光るな。これも天変地異の影響なのか。あ、ちゃうわ。あいつに言わなあかんのか。シド、シドに言わな。シド、シド、シド。シド、シド。シド、シド。シド、シド、シシド。よいしょ。ヨナさん。ヨナさんでどうした？ヨナさん、どうしてここに。あ、ヨナさんって、あ、嫁か。シド君に相談があってきたの。私ずっと考えてたんだ。あ、わかったで、ね。そのし、おシド、お前それ、ヨナさん大丈夫か、本物か。うん。経験あったことは正しい、その辺。これは大発見だぞ。ねえ、シド君。シド君も一緒に行く。うんうん。シド君とリンクさんに力を合わせよう、この日。いい嫁やな。そりゃそうかもしれないが。いや、お腹が痛いんだ。なんか来た。なやなやなや。やばい。キモ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 。ヘドロライク。キモ。キモさマックスやん。ヘドロをまとった魔の者。シド君。水は少しないな、私の力でなんとかなるわ。頼んだぞリンク、一緒に戦ってくれ。そんなのそのそ走ってたらやられるぞ。俺の力で君に水をまず攻撃から学ぶことで、武器を振るえばまとった水を放つことができる。なるほどね。シドからオーラが出ているときは敵の方一度だけ踏む。まとった水は武器を振る。なるほどね。オッケー。とりあえず写真撮ろう。近づかないとやら、やばそう。キモ。出る一方だぞ。気をつけろ。わかった。おっと。オッケー。水をまとう。で、水を。ナイスだ。オッケー。ほんで。そこは一緒か。よし。この槍長いからめっちゃ便利。中隊長 H で。うらうらうら。おらおらおら。ほら、いいぞいいぞいいぞ、いけいけいけ、ナイス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 、めっちゃ有能やん。え、
どうした？水がもっといる。危ない危ない危ない。水がいる水がいる。このヘドロライトのヘドロが結構ヘドロやな。やばいやばい。動かれへん。いって、え、ちょっと待って、強い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 。ちょ、一旦引くぞ。君。オッケー。よし、効いた。あれ待って、槍短い。こっちや。ほら。にしてこいよ、ほら。おっしゃ、ナイス。オッケー。これで攻めていく。いけ。シド、いけ。ナイス。あっ、くっ、こぼれた。ああ。やろう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 。オッケー。あぶねえ。紐すんぎ。ああ。燃したか。みんな無事よ。里へ戻った方がいい。うんうん。やっぱりこうなったら、ここは私たちに任せ、シド君も調査行った方がいいと思う。ああ、確かに俺も行きたいところだが、ルナさんの社長、こんな危険なところに置いては、さっきも任せてくれたじゃない。少しなら私たちが大丈夫よ。いい嫁か。うんうん。でもあなたはゾーラ族の王子イズラさん。うんうん。失うことをせるな。おい、シド何待ってんねん。ここは私に任せ。立派やな、嫁さん。私たちいなくなったりしないから。いい嫁か。シド、決意しろ。いつまで震えてんねん。わかったぞ、ヨナ。俺はヨナを信じる。ここは頼んだぞ。いい話。ええ笑顔やな。よっしゃ、行くぞ、一緒に。ヨナさん、行ってくるわ、俺、ちょっと。大切なお姉さんを守り。そうか、今度は私のことも。かしこまり、任して。俺に任して。行くぜ、シド。王家の両手剣、いいやん。よっしゃ、ほんなら行くか。で、どこやったっけ、あれ。じゃあこっちから行っていいか。任してよ。また石落ちてきた。行きますよ。よし。シドはどこにおんねん。お、なになに、雲か、ただの。あ、シドおったわ。よし、お待ち。よいしょ。こっからどうやって行くん。手がかりか。手がかりなんですけど、出た、イニシエの賢者の呼び声。さあ、呼んでるよ、シド。今、それどころじゃないぞ。あの光一体どっから。めっちゃ男前やな、シド、よう見たら。俺に考えがある。おう。熱い男やな、シド。何をしてんの？水遊びか、急に。
周りをくるくる回って、おーおーおーおお、すごい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 、おおすごいすごいお前めっちゃ強いやん。やはり思った通りだ、そこに入り口のようなものが見える。なるほど、道は俺が作る、飛び込めリンク。わかった。爽やかやな。よっしゃ、勇気をも出して行くぞ。あ、ちょ、チューリー溜まってない、しくった。いけるいける、うらー、ちょっと失敗したもん。まあいけた。ほんで、おいしょー、よし、ふう、よし。あれ、シドどこ行った？まあ、ええか。なんや、ここ。なんか詰まってんな。ユンボーの出番やな。ユンボー。ユンボーなんかすぐおらんくなんねんけど。いや。オッケー、指導、まあいいか、よし、ふんふんふん、貯水庫の下にあんの、こういうのが。ほえー、すげえな。発見、古代ゾーラの祭殿、ラネール大水源。すごいなぁ、古代ゾーラか。ちょ、めんどくさいな。お、いや、ユンボーがいいとこにおる。いけ、オッケー、ナイスー。水かさ上げていくか、これで。よし、次はよいしょ。まだ詰まってんな。ああ、滑るのか。あい。ああ、めんどくさいな。イラチ発動。おい。オッケー。なんで今一瞬ちょっと見せたの？なんかある？もしかして。よいしょ。なんかあるわけじゃないんか。次は、なんか宝箱みたいなのなかった今。宝箱がある。さすがに、あ、開けるやん。お、ゾーラの盾、いいやん。捨てるもん。これ、これいらんやん。よし。もわーんってしてんな、こん。やっぱ滑らずガエルがいるな、やっぱり。よいしょ、宝箱しかないな。でもよいしょ、あーっと、よいしょ、1、2、3、4、5、よいしょ、 OK。 ここは宝箱だけ、いや塞がってんな、ここも。オパール、まあ、イヤは見えんねんけど、あれをどう破壊するかか。まあ無理よな。ユンボーももちろん届かない。ほう、どうしたものか。
なんかすり抜ける方法ないか。ないよな。あっこはさっき開けた。なんかないかな、いい方法。なんかないですかね。よいしょ。下から入る？あ、あるやん。あったあった。絶対下から攻めるやつやん。キースの目玉いるで。下から攻めていく。この上が詰まってんな、多分。おいしょ。完璧。ユンボ。ユンボ。ユンボ大事な時におらんのマジ。オッケー。よし。あ、オルピア。え、これ、どうやっていくのこれ。え？あ、上に行く感じ？あ、こっちか。ん？あ、普通に抜けたったらええんか。長い長い。あれ、これ地上出てるくない？あれ長くね？あ、戻りまーす。行き過ぎてしまったわ。そんな繋がってんねん。行き過ぎた行き過ぎた。おとなしくあれで、はしごで帰ろう。正規ルートで。つうか、やっぱそろそろ回復しとくか。ちょっともう心もとないわ。よし、スイッチを、よいしょ。オッケー。ほい、よし、これでどう？いけるんちゃう？やっと。どないですかと。リンク躊躇なく押すよな、いつもスイッチを。おわお、ワープポイント、すごいすごい。何何何、おー、水流れてきた。なるほど。ほんでこれに乗っていくって感じか。おお、シード大丈夫か。なるほどね。つうかシード最後まで助けにいけへんかったな。まあええか。平然と現れる。滝が空から降ってきたぞ。うんうんうん。遺跡で謎の。そうか。タキアゾーラ族にとって道も同然。水の架け橋となった。ああ、なるほどね。ふふ。決めポーズでええから。お。来ましたね。来い、来いや。ふふへ。ここへ。我が元へ来いと。そのゾーラね。よっしゃ行くぜ。いいね。
行きましょう。うわあ。うわあ。ゴー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 。すごい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 。リンクのスタミナやばすぎるやろ。よいしょー。水湧きの島。待って、まだ死んでんじゃないの。まだ死んでんじゃない頃。そうなると大変頃ね。おお、なになになに、え、なになに、なんなんこれ、なんでこんなふわふわしてんの。無重力空間みたいになってるやん。わお、どういうこと。出されへんのか。ん、あ、水がピシャーンなったな。あれ何、これ何、動かせる。ああ、なんか知らんけどうまくいった。お、いいね。ブレードか、ちょっと重いやつやな。おったおった、おいっすー。なんだこう、体が軽いぞ。不思議な場所が今はヘドロン発生に。オッケー、手分けしていくの。なら俺こっち。これ何、何が入ってんのあれ。捕まれへん。おお、お、水に入れんの。おお、おお、どういうことぞら。え、でも進まへんねんけど。え、どういうこと。全然意味がわからない。え、どういうこと。めっちゃふわふわしてて動きにくい。これもちょっと邪魔やな。今どけて上に登っていくときに多分入らなかったね今。ああ、そういうことか。なるほど。水玉に乗っていくと。よし。あれに乗れ！チェッ！しょ！ナイス。これで乗り継いでいくということね。壊れそう。こっから青は次のやつ出してくれな。進めないんですけど。あ、出た。よし。ふんふん。よし、オッケー。見つかった。オッケー。ふわふわしてるけど、いける。せ、せ。おいしょ。オッケー。ふん。おら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 。あらららららら。うわ。兵隊ゴーレムその上等、あ、強い人やったんや。 OK、 よいしょ、水が出てる。よいしょ、まあこれはもらっていきましょう。いや普通に持った方がいいな多分。よいしょ、んジャンプ。あ、なんかうまくいった。よしよし、オッケーオッケーオッケー。どん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 綺麗にしていく。よしよし、え、でも長くなっちゃった。
ちょっと一旦ここで一旦終わろう。一旦終わります。ではまた次回よろしくお願いします。ではでは。うん。